今日はちょっと顔が死んでます今日は顔が死に日です。ちょっとキス出します後で。正午公平ミヤルンフシ、ネフバン金融家人ヒラアキイケピ、キッチン正午英作人探ヨッピー、ナオナオフーちゃんヒロアキコンサ、純一京丹リンタロコン、イアンカン、エレメンツヒロアキシュン、ケンジプエラ、ヤッチ、ナベちゃん、イトッティン、ハテナマン、レフバン公平モンチュハテナマンフッシーとも、市民の森美容人探ミヤルンヤスースー君ドラッキーフッシー、隠れファン正午ヨッピーシャネルタントシ君とイノシュン、こんばんは。てかさ、シモのアイブロウどっかやってさ、ウケるマジウケる、アイブロウどっかできちゃったんだけどっていう感じで、今日アイブロウがないので、シーモモのアイブロウパクりまして、勝手に使いました。懺悔、この場をもって懺悔いたします。使いました。シーモのちょっと髪の毛もやるウケるこんにちは、元気ですか。なんかね、なくすっていうか、なんかマジで化粧ポーチに普通入ってると思うよ。見るやん、筆ごとないんだけどみたいな。なんかなくすっていうより多分消えたんだと思う。なんかもう歩いてった、私のできる範囲内じゃないもう知らん正午ヨッピーシャネルタントシクエイノシュン、深夜レフ版シガちゃんエインフッシエマヤ、タクバラありがとう、ありがとうございます。ターボーエインビラニースーさん、コウヘ、スーくん、埼玉山沿いレフバンフッシー、ヨーヨーピラニーピラネールマオールマオヨッピー、サトプーレフバンエインヒラギトール中目、ドラッキーコウヘイキヨタンオユ、こんばんは、こんばんは、こうっていう感じですね。ちょっと今日顔が死んでます。なんか疲れてますね、シーマナちゃん。顔が。お疲れですよ、って。うん。オキこんばんは。いや、ちょっと目もやっちゃおう。よいしょ。よいしょ。マーク、フッシー。ユッピー、かわいい、ありがとう。ユッピー、10個。可愛くはないけど、慎んでお受けします。ありがとうございます。ありがとうございます。いい。ジェンター、お疲れし、かくまくべりべり、おぎ、お疲れし、かくまくべりべり、やす、お願い事、ありがとう。みやるん、回復よ、バシャ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 。ブシュブシュかけたら、プルルってなった。回復薬。ひろゆき、かわいありがとう。かわちいまな。かわちいまなですね。今日もかわちいまな。今日も毎日かわちいまな。うん、ありがとう。11時からね。感謝。ありがとうございます。ゆっぴー、めっちゃかわいありがとう。めっちゃ顔ちくはないんだけど、ありがとう。顔ちい、ありがとう。モギー、顔ちい、ありがとう。みんなが、シワのこと顔ちいって言ってくれる。ありがとう。もう言わせてるんですけど、もう感謝ですね、非常に。じゃあ今日はチーマナはマイメロ隊になろうかな。マイメロにはなれない。髪切っちゃったからな。ちょっと待ってね。よいしょ。今日もうお茶が一気になくなった。もうずっと飲んでました。マイメロちゃん。この時は蒸し暑かった。なんか若干ちょっと雨がぱらついてましたね。そう、ヒヨタン V フォントプリリコウヘマミタス、ミヤルンヒルシキ悪いよ。スーさん光ありがとう。フルちゃん
GTK こんにちは。シマナ可愛すぎて怒りたくなるときどういうことやねん理不尽すぎてやばくない？可愛いと怒られちゃうのシマナ。台風、近畿地方に台風が近づいてるみたいなんで、近畿地方の皆さんもお気をつけ遊ばせ、暑い夏にしようぜ、暑い夏にしようぜ、盛り上がってるか。ニコニーニコニーニーゆうとさん、しゅきんさん、こんにちは。よいしょ。さっきも話したんだけどさ、なんか解毒薬忘れてる人いてさ、あの死なれた解毒薬忘れてきてて、その人で、あの解毒薬忘れるとさ、もう回復できなくて猛毒だったから、3回死なれて、あの18分したんだけど全般になりましたひどくない？もうあの離脱するっていう考えを持ってほしい。もう無理だって思ったらやめてください。もう新物の時間返してください。もう忘れ物なら離脱しようよっつって。セラちゃんこんにちは。もうガチ怒る。はぁ、ふざけんじゃねえよバカ野郎っつって。言ってないけどそんなに、ただなんか悲しい気持ちになりましたメラネコこんにちは。え、てか、なんか回復薬がなんか持ってなかったりとか、まあ、使い切ってないならわかるんだけど、あの取ってきて、とりあえず回復じゃん、解毒薬さ、マジで落ちてるから。え、モンハン初心者じゃないの、その人。もう上級クエストなんですね。上位クエスト結構ね、何あのレベルがないとできないやつやってて、それなのになんでって、クランドリンク忘れたことある？あ、クランドリンクないんですよ、もう今。なんかそのなんだっけ、 DS の時はクラウドリンク使ってたんだけど、もう今はあのなくても対応しちゃうの、体が。直樹エブリフォント、たかちゃんこんにちは。もう今何時間？いや、そんな短いんだよね。結構私そんなやってない、100もいってないんですよ実は。50は超えてるけど100もいってない。上位だよ上位。明日は地震起きるって予想されてますけど、シーマナさんはそのことを信じますか？え、そうなの？ちょっとその話自体知らなかったんだけど。いや、わかんない。でもまあなんだろう、その明日来るか来ないかではなく、日本は地震大国なんで、まあ来てもおかしくないよなと思いますね。とも、願い事、リアル願い事ありがとう。ポコポコマリかわいい、ありがとう、ありがとう。何が私のこの完成形であり、このたどり着くところなのかがちょっといまいち自分につかめきれてないので自分の完成形がわからないんで、よいしょよいしょ。とりあえず島野が今やるべきことは充電をして、いて、充電をまずします。で、こっちを光を当てます。よいしょよいしょ。綺麗な、ご機嫌。こんにちは。髪伸びたい、髪切ったの。マジで短くなっちゃった、もし今の髪。まあ自分が望んだことなんでダメではないんですけど、でもなんか短いってちょっと悲しい。え、ありがとう。ひかりちゃんありがとうございます。えさく、こんにちは。伸びるといいな。伸びて伸びて、シーマナの髪の毛伸びて伸びて伸びて、シーマナの髪の毛伸びて伸びて伸びて、伸びた伸びた伸び伸びた伸びた伸びた、
よいしょ。ザ・エビが月曜日発売されたけどまだ食べて。そうなの？トレンドの情報知らんかった。マルスヤッホー、上白谷桃香ヤッホー、髪色暗くて悲しい。前の色に戻るぐらいにしましたよ。普通に1週間ぐらいに戻るんじゃない？前の色に戻るように染めてもらってるんで。てか前の色のままでよかったの。リタッチでよかったんだけど、リタッチだとなんか赤みでしたから、とりあえず軽く押さえてもらった赤み。よいしょ、うん、私はちなみに黒の方が好きです。黒髪の方が。うん、イノリの依頼見てません。よいよ光ありがとう、エイハットありがとう。自信起きそう。マジ？うん、こうやって褒め言葉なんか島根たまに何言ってるか分かんなくて可愛い。やばいじゃんそれ。全然褒められてる気分にならないけど褒めてんの。めっちゃおもろい、ありがとう。でも良くないから頑張るわ、伝わるように頑張るね。チークない、あったチークある。パセリンとヤンホン、うん、バッサーと髪伸びたら怖い。確かにバサバサバサって髪伸びたら怖いわ。それあれじゃん、なんか髪の伸びる人形あるじゃん、あの和服のさ髪の伸びる人形わかる？あれみたいじゃん、パサパサこんな色マジかわいい。よいしょ、軽率に好きになっちゃった。分かったの、なんか今日メイクして思ったんだけど、こう指で塗るとこの全面塗れるなっていう、考えれば分かることなんですけど、これでいいじゃんって。もっとこんばんは、うん、ともかわいいジャックありがとう。よいしょ、ねえ私かわいい？ありがとう。今でもあんま可愛くないんだけど、みんなが褒めてくれるから多分可愛いんだと思う。よいしょ、可愛いよ。よいしょ、よいしょ、今日ね「千と千尋の神隠し」のあの舞台の配信見たんですけど、なんかもうねやばかっためっちゃやばかった。うん、クレニーかわいい、ありがとう。トモハントありがとう。マジでなんか、これ本当に人がやってんのみたいな、もうこれは本当に舞台なの、えぐれクオリティ高かった。マジでなんかチケット取って生で見たかった。なんかちょっと読めなかったからさ、何とも言えなかったんだけどさ、いけるかどうか、けどすごい良かったです。はい、トモハート、ヘッカリアタウン、うん、でございます。エイハットありがとう。ミヤルンありがとう、かわいい。うん、ありがとうございます。チェンコンママありがとう。よいしょ、止まってありがとう。早ほくしのこんちゃー、こんちゃー、キラキラ、みんなしたキラキラ、インと止まってありがとう。グリ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 、うん、また鬼滅の刃一番くじこ振る、マジでそうなの。でもいいかな今回は、もう、うん、もうねメイク道具がねなんかもう固定しちゃっててさ、これ使うみたいな、なんかもうこれここにこれここにこれみたいな使うの決まってるからさ、なんか
やったところでさ、なんか青とか出たら絶対使えないからちょっとやめとくわ今回は。前回は運よくピンクが出たけど、そうとは限らないじゃないですか。で食べたらちょっと怖いよね。え、みんなさ、エアコンつけてる？890、ありがとう。あと5日やん。あと5日で900日。え、あと5日って何日？ありがとう。ありがとうございます。つけてない人多いね今日。いいハート500、ありがとう。録画7月の8日、8日。尊いおじさん、尊い尊いおじさんだって。尊いじゃか、ありがとう。ありがとう。え、ちょっとエアコンつけよう。暑くなってきた。よいしょ。トートヨジさんはアカウント名だよ。トワって言われてるよ。よいしょ。ピラニー撮ってありがとう。うん。本当にございます。着物が毎日やればちょっとそれな確証はないけど、まあやるかもしれない。あ、まだよ。ヤッホー、ヤホミちゃん。もうね、着物がやるかはちょっとわかんないけどね。うん、どうも尊いおじさん。どうも変なおじさんですのスタンスで来るじゃん。ありがとう、尊いおじさんが来てくれてるよ。ふさ、こんにちは。めっちゃおもろいんだけど。どうも、変なおじさんだす。いやー、この人変なんだ。どうも、変なおじさんだす。面白いんだけど。キャー、この人尊いです。どうも、尊いおじさんです。かっこいい、かっこいい。それはかっこいいわ。うん、好きですさん、ほら、ありがとうございます。ありがとう。ずっとぞーってなってるね。ね、ジョントロです。あの、気づいてました。知っております。うん、だってアカウントのアバターがジョントロだもんけど、あの、え、でもジョンタラじゃなかったらこんなにどう思ってか言わんよ。プリリハートありがとう。ありがとうございます。元気？みんな元気してたか？お前ら。うん、もう雑音すら可愛いです。まあね、私の特徴みたいなとこあるもんね、雑音すら。もう雑音がないし、今のただのし、今なってでしょ。雑音がないシーマナなんてただのシーマナって感じ。うん、どうもマニャです。どうもマニャです。マニャワクワク。ひなげんの声が出る。マジで全然意識してなかったけど。うん、どうなんですか、ってこんにちは。うん、ASMR。 うん、ただの新物でもいいの？飛べない新物はただの新物でもいいの？うん、まあこんにちは、トミー、こんにちは、モフモフ、こんにちは。元気かい、みんな元気そう。そうなの、元気そうで何よりですわ。モフモフ、ヤッホー。普通が一番。なんでこんなに大きくなったんだろうな。真面目にやってきたからよ。
たまには普通の暇な。頑張らなくていいってこと？あ、おっす、おはようだっす。あ、みんな聞こえて、ありがとうございます。まあ、今日は、マブと池袋行ってきたんですけど、まあやっぱ、マジパないっていうか、まあ、池袋マジ人パないって感じでした。普通の島な。どの島だよね。うん。前に暑くて元気ない。マジ？ピーナッツ食べたな？うん。どうだかの気がしてない。うん、まだ、まだですね。うん。そっちの方が、え？なんか買いました？マジパないんだけど、アクスタ3枚買っちゃった的な的な感じなんですけど、やばい、マジでパないわ。アクスタ3枚が一緒、もうえ、それ普通じゃねって感じっす。うん、7月9日が海鮮ゲット、あ、楽しみ、めっちゃ。うん、今も何言ってるか分かんないけど、やばいじゃん、ただのやばい人じゃんそれ。あの、嘘だよ、今日、あの、私池袋行ってないからね。普通に、普通に今日はあの事務所行ってきただけなんで。うん、じゃあ、かずこんにちは、ジンダンかっこいい、ありがとう。いや、行ってないよ。え、ひどい。だから、あの、西洋男っぽい感じでやってって言ったら、まあ、そんな感じだけど、まあ、今日は行ってないよっていう話。普段はそんな感じじゃね、的な。嘘だよ、アクスタ3枚も買わねえよ。アクスタ1枚買うのにごねるもん最近。え、アクスタ買う、面白いって、いや、マジ買っちゃう的な。見て見て、ソリッドキューブで見て、これもらったの。え、めっちゃ可愛くない？これ可愛い、え、キャラ、モーションキャラなんだけど。めっちゃ可愛い。もらった。もらっちゃっちゃー。奥村ゆきさん、元気ですか？あらあら。好きです、さん。初見さん。奥さん、会ってないんだよね。最後会ったのさ、配信初にした日なんで、会ってなくて、でも元気だと思うんだよね。LINE もしたりはしたけど、どうなんだろう。元気かな？元気？奥さん、いる？かわいい、ありがとう。じゃあ、コメント取って、取ってってよ。フシーかわいい、ありがとう。めえ、これの顔さ、取って。この辺か、目の位置。ありがとう。かわちい、かわちい、かわちい。ありがとうございます。トミーかわいい、ありがとう。ありがとうございます。こっち、あ、さくいかよ、いいハート、ありがとう。うん、中西さん、中西さん、本日会いました。めっちゃ目でかくて、もう吸い込まれた、今日島の。って吸い込まれるぐらい目でかくて、めっちゃ綺麗でした。すごい、なんかさ、私実際に会うの初めてだったの。なんかそのお写真とか見させていただいてたんですけど、うん、最近配信なくて悲しくしてましたよ。え、配信してないの最近？え、毎日着れたんじゃない、大丈夫？うん、ショールームしてるよね。ラージラーさん、こんにちは。魔法戦士さん、こんにちは。ライさん、ホラーありがとうございます。あと、うん。なんか、ミヤッチー、こんにちは。ご挨拶させて。白石麻奈です。よろしくお願いします。って。うん。で、一緒ですね。つって。一緒の人が、今、やってたアイドルグループですね。つって。話したけど。うん。みんなに挨拶回りは、なんかお会いした順番にこうお願いしますって言ってるんだけど、今日はなんか自己紹介があって、ド緊張、島の緊張でプルプルしてた。もうまるでモルモットかのようにプルプルしてましたよ。もうプル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 、実験前のモルモットでした今日は。なんですけど、
プルプルしながらプルプルしながら、司会者マナです、よろしくお願いしますって、うん、連絡先交換、いや先輩方とはしてないです。ゴストレイさんこんにちは、モルカ、うん、だいぶモルカになった、うん、通知取ってるのは CM 内の人ね、わかりやすすぎ、わかりやすすぎないかそれ CM のこと好きすぎないか、うん、最大に埋めた、こんにちゃん、シーチルが23人になりました、おめでとうございます。研修生連グループで自分出せてるはず、緊張するけど、うん、レスポンスした練習マナー来てない、てかさ、ちょっとさ、これこれでさ、シマナとさ、このキャラクター写真撮ってさ、ハッシュタグそれときでさ、ツイートしといてよ何をやってんの、うん、お願い、覚悟しなくていいや、ね、さっきとアポジは違うから大丈夫、ありがとうございます、さっきは真似したけどね、今回はニヤリだった、ニヤリ顔AU の通信で、いやマジ受けまくり、最悪、もうね本当になんかもうやばかった、もう家帰ろうって思ったもん、もう直近だわって思った、うん、ね、ちょっと待ってね、仕事ならいいっていうか、ちょっと待ってて、うん、今ちょっと大変なんですよ、なんでね私今仕事モードなんで、うん、うん、だだだいたいた、うん、いただいた、待ってね結構がっつり仕事してる、オッケーごめんなさい、お待たせしました、むいむいさん、初見さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます、あ、おボタン持ってるじゃん、こんにちは、来てくれてありがとう、じゃあこうやってやったら CM になって、あの皆さんに言ってください、よろしくお願いします、今日は来てくれてうれしい、ママ CM の CM の CM の今日は楽しい、ママ CM の CM のにしましょう、皆さん今日来てくれて嬉しいもの、楽しいものです。ぜひ来てくださったからにはお土産にここのフォローをしていってください。そしたらフォローが一人増えるよ。お願いします。ありがとう、来てくれて。イェイ。あじゃあじゃあ。あじゃあじゃあ読ましょう。ということでね、シマちゃんちょっと喉乾いたので、お水が飲みたいお時間が来ました。今日はシマのこちらのドリンクを飲んでいきたいと思います。
姉たけやっほー、うん、スレッドキューブは点いるんだけど、多分ハッシュタグにしたら点が、あの点ついちゃうとあれになっちゃうので、スレッドキューブ、あ、英語だ、スレッドキューブはね、いつも英語だった気がする。なんだっけ、ハッシュタグ、あ、英語だ、ソリッドキューブは英語ですわで、お願いします、ハッシュタグは、うん、トン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 トミー、うん、そうそうそう、ソリッドキューブはそうです、うん、なんでよろしくお願いします、英語とかなんか、コピペ、コピペ、コピー&ペースト、そういうこと確かに、間違いないよね、それは、わかる、何飲んでるか知りたい、じゃあ当ててみて、うん、シーマの今日何飲んでるでしょうか、みんな頑張れ、チュル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 お水飲みたいときは、お水飲みたいのは、脱水症状を起こしているときですね。喉渇いたって思ったときはすでに脱水らしいです。気をつけてください。うん。ふーちー、せいかちゃんありがとう。はじくん、こんにちは。さくら、やっほー。ごめんなさい、お水っていうのはわざと言ったの。お水って言っといたら、あの、中身がわかんないからね。だけど、うん。丸バツクイズの人が楽、じゃあコーラだと思う、コーラでしょうか、丸かバツか選択肢が少ないよ、正解です、ウロンちゃんです、モグさんこんにちは、梅昆布茶、梅昆布茶って美味しいんだけどさ、抹茶味の状態でさチューって飲まないとさ、なんかこう生臭くなっちゃうよね、あれ海水だからさ、海鮮海藻だから、うん、カルピス、体にピース、カルピス、そうです、ウーロン茶です、ウーロン茶、ウーロン茶、脂肪を燃やすウーロン茶を飲んでおります。脂肪ガンガンに燃えててさ、ショールーム中にもしかしたらお腹から火出したら、あ、脂肪燃えてんだなって思っといてね。フッシュ生活ですありがとう、チューン、なんか鼻息ってきついねもう伸びない、呪術廻戦、呪術廻戦好きだよ、シーマナ、私の名前日本語に翻訳してるのになぜですか、ゴキブリになる辛くない、ゴキブリってゴキブリ生存力はすごいけどね、で、ね、結局アイス食べなかった、もうなんかすごいお腹すいて、お腹痛くなるぐらいお腹すいたんだけど、でももうなんか今食べたの私は負けると思って、この生活を続けてたらただのデブになると思って、もうめちゃくちゃ自炊して、最後の最後までもう自分と己との戦い抜いて最後食べなかったです、うん、あぶらくおやすみ、うん、あかん、ありがとう、ありがとう、七夕ちゃん、願い事は何ですか、お餅だけ食べちゃう、ゴキブリ、ラクカラーチョじゃん、ラクカラーチョ、ラクカラーチョ、トゥル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 、ありがとうね、ありがとうございます、鬼滅見る配信やりたいんだけどさ、でも思ったんだけど、みんな2個端末を持っているのかっていう、そう、待ってね、今仕事のメールラインです、オッケー、鬼滅はネットフリ、怒んない、鬼滅は何でもあるんじゃない、 D アニも
ごめんなさい、終わりました、お仕事ライン。ごめんなさい、お仕事はねちょっとあのリアタイで動きますので、こういうのちょっとやらせていただいておりますんで、皆さん気にしないでください。まえちゃんこんばんは、ヤッホー、ビジネスモードチキン全集中、お仕事の呼吸言ってなかった、 LINE 返信ズシャー。うん、島中勉強するよね、やばいやばいやばい、うせいさんがかっこいい、やばい、ええええええ、何あれ、ええ待って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 、やば筋肉やば、え待って待って待って、やばって、ええそこで来る、あーあかっこいい、あえぜ前日、おお、わったんちゃんかわいいね、たんかわちいね、たんちゃんって感じになるけど大丈夫、島中勉強すると。うん、毎回それやってくる。わかんない、私はもうだんだんつながりやすくなったけど、とりあえず無限列車でどれぐらい、なんかもうバリ泣きよ、鼻水すすってるからね。うん、卵焼き大臣こんばんは、たんたんじゃないと、じゃあ試しにちょっと一個なんかアニメ見てみる。こんな感じになるよっていう、じゃあモルカー見てみようか、1分尺なんで。1分でどれぐらい新物をモルカを表現できるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。どんな配信やねん。ちょっと待ってね、あれ、あこれか、モルカーマジで短いんでモルカーやりたいと思います。モルカー、あの皆さん手元にタブレットとか、あとテレビとか、あとパソコンで見てるから携帯使えるよって方はちょっと一緒にモルカーを、モルカー1分尺で、初めのオープニング合わせて次回予告で3分です。ということで、タンタナイトこんにちは、卵焼き大臣こんにちは、12話ぐらいありますけど、1話をじゃ見てみたいと思います。どんな感じだろうね、ちょっとやってみますね。うん、1回目1話見ます、1話。せーので、遅いね、じゃあモルカ、ちょっと若干で時差出ると思うけど、モルカプインプインモルカ1話、あエピソードネットフリット 1,2,3 個全部くっついちゃってる。じゃあ1個目で終わりにしようか。じゃあ行きます、じゃあ行くよ、待って音大丈夫か、行きます、せーの、トゥン、再生します、トゥルルトゥットゥット、始まりました、トゥルルトゥットゥットゥット、ぷいぷいモルカー、イエーイ、ぷい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 、渋滞は誰のせい、ぷい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 、現在渋滞しております。あ、パトカーが来ました、ピョ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 ピで
うい。トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 。終わりました。どうでしたか？実況できてました？クレビンこんにちは。白井さんはっきり言います。実況配信みたい。でもなんか難しくない？これこれはマジで難しい。なんかなんで自分で今モルカの実況しますって言ったのかわかんないくらい見ながら見ると完璧だったよなんて完璧だったって自分の。そう、なんかちょっと選んだものが良くなかった今。だって考える、みんな的にさ何がさ一番さなんかこう実況しやすくて短いみたいな。いやな、これはねちょっと、あ、ラサイのあれやろう。ちょっと待って待って、思い出した。ちょっと待ってね、私もねちょっとあのごめん、あの一つだけやらなきゃいけないことあるんでちょっと待っててください。11時ですね。クレーメンキありがとう。とこちゃんありがとうございます。ラサイの、うん、なんだっけ、今回の最後のラストコンサートのあのあれ見る、うんですね、とっとくハンターの、うん、ちょっとねそれをやりたいんですけど、ちょっとお茶を飲みます。あ、アマプラある、モルカ。でもなんか横になった待って、自分どうなってんのこれ、待って分かんないけど Wi-Fi が落ちて、そうで今 Wi-Fi 直しに行ったら帰ってきたら画角変わってた。めっちゃ面白い。ああ面白かった。うん、お腹いなあ。こんにちは。なんじゃこりゃ、面白すぎだろこれ。お腹いい。うん、ミステリーすぎて笑うんだけどこんなことある？ああ、これ何が起きたんだ今の、めっちゃ不思議だったんだけど、でも意味が分からなかった。よいしょ、あ、これか。え、マジで全部落ちた。なんか今携帯のアプリも落ちたし、急すぎやね。ネットに接続してません。あー、めっちゃ面白かった。なんか落ちた理由としては、なんかネットの回線が今一瞬切れた、パチって。ただ普通に Wi-Fi は繋がってたから、もう何が起きたのか分かりまてんって感じだった。あー面白かった。 Wi-Fi も au です。島の au 光です。かもね、だいぶやばい。昨日も死んだ。昨日はなんか終わったって感じ。そう、でもなんか、あ、島のもうどうにもなりませんっていうところにいました。
めっちゃ面白かったな今の。じゃあちょっと鍵盤さんこんばんは、マッキーさんこんばんは。島の今からじゃあ実況配信をちょっと練習しますね。あのいずれか鬼滅を見るための実況配信を練習していきたいと思います。で皆さん、YouTube の方でラストアイドルと検索してください。ラストアイドルのこちら、5年間ありがとう、フェアエルパーティーライブ、ディゲットミュームービーってやつ、1ヶ月前に配信されたやつなんですけど、割とトップに出てくるやつ、そう考えると昨日よく配信、確かに今ね、モルカー初めて見ました。面白いでしょモルカー、もう謎だよね。チャネルタンマッキーこんにちは、じゃあ5分ちょっとですね、こちらのやつ。ちょっとあの先にちょっと CM の方を終わらせたいので、じゃあ CM 先に回収しちゃいますね。 CM が終わった瞬間にちょっと止めるボタンを押すんで、一回みんなの準備にちょっと待ちたいと思います。 OK、 では皆さん、フェアエルパーティー、ラストアイドルフェアエルパーティー5年間ありがとうスペシャルムービーをラストアイドル公式アカウントの方で調べていただいて、1ヶ月ぐらい前に配信された5分ぐらいのやつをお願いします。で一応 YouTube のプレミアム会員の方もいらっしゃるので、ちょっと配信がずれるので、先にあのプレミアム会員じゃない方はとりあえず CM を紹介してきてください。ベリーエレガントに行きたいと思います、 CM7 の配信は。泣く準備、え、そんなに、え、やめた方がいいかなこれ。島田がすごい、なんて言うんだろう、残念なことになっちゃうかもしれない、 この配信を見て残念なことをしちゃうかもしれないわ。じゃ覚悟の上で、島田に残念にされたくないなら、ちょっと配信一回ちょっと目を背けておいてください。はい、ではいけますよ。よし、いきます。じゃあ11分になった瞬間に皆さんで再生ボタンを押したいと思います。11分になったらね、みんなでいくよ。なんかじゃ時間で合わせないと結局あれなんで、配信ずれちゃうんで。きた、こちらはZEP 横浜で行わせていただいた5月31日にあったフェアエルパーティー5年間ありがとうパーティーでございます。シーマナちゃんは結構早くに入りました、入りですね、おはようございます。横浜組が入りをしています。あ、こちらは東京組ですね。この後ろの衣装の方は、これは歴代の衣装並べて、MV をちょっと想像させるような感じの作りとなっております。がリハ映像ですね。がリハの時って普段ジャージを着たりとかもするんですけど、動きやすい動きができるのを着たらいいですね。結構ラフな格好で皆さんリハをされます。みんなのこう裏の顔がすごい見れるやつですね。あ、すごい板場とかあって、あ、真島さんのコメントであったように、やっぱりラストアイドルって名乗れるのはこの日が最後だったということで、感慨深い一日でございました。この日はすごい差し入れの方もいただいて、ありがたいことに最後っていうことでいろんな人に集まっていただきました。裏の顔っていうのはステージ裏の顔です。あ、エンジンの方が下物映りました。
なんかやっぱマイクって結構私初めの方ダミーマイクを使ってることが多かったんですけど、だんだんこうラストアイドルに参加させていただくようになってイケマイクを使えるようになって、なんかそれって当然じゃないなっていうのをこう3年間かけて行ったので、なんかより深く思うというか、はい、このここで披露する曲はアンダーゼインで決めたんですよ、どれがいいって出し合って、うん、がすごいチェキをこの日置いてくださって、チェキでいっぱい思い出作ってねって言って、みんなですっごいたくさんチェキ撮らせていただきました。なんかワンハーフフルとフル2曲ワンハーフ1曲自分で好きなように選べたんですけど、すごいやっぱアンダーらしい選曲だったというか、すごいなんかいい選曲だったなって。イケマイクは普通に業界用語ですね多分ごめんなさいね。ダミーはダミーマイク、死んでるマイクっていう音が入ってないマイクと、あと生きてるマイクは電波が生きてるっていうマイクです。なんか後で裏話しよう、ちょっとはい、すごい綺麗。でもフェアイルパーティーこの白い衣装でやるっていうのはすごい良かったなって思いますね。なんか何を着るんだろうって、まあ、当日思ってたんですけど、行ってあ白い衣装か綺麗だなって感じでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそのあれですね、最後の私は結構エンドロールでスペシャルサンクス応援してくださった皆さんって書いてあったんですけど、私こういうの結構食ってくるタイプで、なんか今見て改めていいなこの動画って思っちゃいました。すごい良かったです。皆様の思い出にこう怪我すようなことしたくないんで、おたけびとかあげなかったんですけど、フレリパチパチありがとう。でもね、改めて見てもすごくいい動画だなって思いました。フィッシュバチバチでありがとう。うん。ありがとうございます。周りの声が大きいとか、あ、でもね、席とか運は本当にあるからね、あれなんだけど、でも私からはやっぱステージの上だったんで、全員の顔が見えてて、ゼップは本当に顔が見えて、うちの、まあね、両親が来てくださってたんですけど、来てくれてたんですけど、くださってたような変なんだけど、見つかりました。普通に2階の結構奥っこにいたんだけど、あ、いるって思って、っていう感じでございました。2階見えてた普通に、っていう感じですね。僕の時は皆既月食が長かった。そうなんですよ。っていう感じでした。ありがとうございます。なんだっけ、なんか言おうとしてたんだっけ、忘れてた。その順序でやると忘れちゃうんだよね、結構そういうのって。ねえけど、すごく良かったです。はい。とっちゃん、こんにちは。こんばんは。なんかでも、CM の挨拶するとき、なんか、白石麻奈です。
日本ではありがとうございましたみたいな、みんなの前で一列挨拶するときは、なんていうの、明るさめちゃくちゃライト当たってたから、全部のライトが自分に集中してたから全然見えなくて、前がなんかもう、ああ私ここステージに立ってんだなって思いながら話してました。そうなんですよ。ヨーロッパで来たのかけど席なくなったの自分の。ライト暑い、めちゃくちゃ暑い。なんか紫外線じゃないから、なんかその奥に焼ける焼き方よりは表面が焼ける感じの痛さ、あのライトの光って、その紫外線って奥にグーって入ってくるけど、あのライトの光ってもう表面がグワーって熱いの。あの挨拶自然に、いや考えてなかった、なんていうの、その一語一句考えたりしてないけど、でもこういうことやっかな、こういうことやっかなって、あとはまあ当日のその気持ちだったりを入れてよっかなぐらいでした。ハッシーこんにちは。うん、たまに煙出て、そんなにやば、うん、最後のやつ借りた猫みたい、借りた猫だったチュンってしたの。で一番のショールメガネだと結構おとなしいんだよ。ショールめっちゃ喋るけど、あのショールメガネと、こんにちは、今日もありがとうございますって感じになるのそうなんですよ、うん、それなんで、確かになんかあの時期はまずマスク持ち歩いてた。もうなんかちょっとした仕事ですぐ泣いちゃうから最後なんだ、これ最後なんだって思うとなんか悲しくて、なんか本当にちょっとしたことで泣いちゃうからマスクね5枚くらい持ってます。言ったせいかね、本当にイエイ、まあ、そんな感じですよ。ちょっと喉がよいしょ、うんこう、うん、部屋乾燥してる。それのおかげじゃなくて、ねえなんだかめっちゃ味がかわいいよね、ヨネ髪にティッシュに返したね、アイサンズめっちゃ配送って絶対緊張するよね。新聞だったらもう震えちゃう、プルプルしちゃうもん、多分プル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 って。あ、みなせさんトレンド入りしてる、うん、みんなよかったね、実家にいた4ちゃん猫ディズニーがそこにある。じゃあ CM の実況配信もう一回やりたいんだけど何がいいと思います急に今度しんみりしちゃうかな、んかもっと笑える感じで、でもモルカみたいじゃないのがいいんですよ、うん、何にしようかな、モルなんか短いアニメがいいんだけど、なんかモルカーになってしまうとちょっと YouTube が一番でも合わせやすいのか、みんなでラストアイドル MV はさ、でもちょっと違うじゃん、なんかストーリーを置いたいから CM ない今だからねでしょかな、動画しんみりするの嫌なんだよな。あ、じゃあラストアイドル、ラストカフェ&渋谷ツタヤの実食会にしようようん、うん、期待の新人醤油の白石真奈さん、牛物って醤油だったの、ちょっと知らんかったんだけど醤油顔結構塩に近いと思うんだけど醤油ありがとう、ソースかそれは、醤油って何、間サラッとしてそんだけの濃い気がするなんて、誰ちょっと分かんなすぎるんで、こんちゃんこんにちは、あ、ミスってマジか、ごめんごめん、塩の醤油になったってごめん、なんか俺醤油だったっけ、生醤油なの私
めっちゃおもろい、ありがとう、笑いはありがとうございますありがとうね、うん、大角、うん、ハローキティの種も見てほしい、そして歌ってほしい、無理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 、しょうがない、もう歌えないから、じゃあいくよ、うん、オッケー、じゃあメンバーの試食会小島に受けて疑問視しの気するよ、ちゃんとさ、みんなコメントの時は一回自分の中で砕いてからコメントしてって一回言ったじゃんみんなこれで合ってるかなって、これは誰も傷つけないかな、誰も誤字してないかなってちょっと考えてやっていじられちゃうし、今のに、うん、ということで期待の醤油とかやめてメンバーの試食会を皆様、誤字全然いいんだけどね、誤字いいんだけど、島野にいじられちゃうんで気をつけてねメンバーの試食会を、はい、見ていきたいと思いますんで、うん、島野のねモーバメねめっちゃ見てる、見直してた、あれなのめっちゃおもろくない、うん、ということでメンバー試食会見たいと思いますので、皆さんちょっと広告の方流してきてください、島田も流すんで広告終わったら止めてください、ラストアイドル YouTube でラストアイドル公式調べて、でメンバー試食会ラストアイドル、ラストカフェアット渋谷ツタヤっていう1ヶ月前に出たYouTube の動画、1個目のコメントが行きたい食べたい会いたいって書いてあるコメントですねのやつを皆さんで見ていきたいと思います、うん、いや待って待って、もう醤油ちゃんって言うかね、ちょ待って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 、それ島田のミスじゃなくないねちょっと胸に手を当てて考えて、ちゃんと今醤油呼ばわりされたんだよ、うん、困った困った、うん、翔こんにちは、こんばんは、うん、で皆さん動画の方あれしてください、広告の方流してくださいって、いやいしょってもう悪口だからねそれうん、皆さん頑張って、うん、ないんだけどあるからダメズマスタコちゃんありがとう、えい、願い事ありがとう、願い事は何ですか、見つけにくいものですか、ありがとう、たくさん食べるし今のが大好き、たくさん食べるよらしくないよ、たくさん食べてたくさん食べる君が好き、シーモナミッドファンケン、うん、準備できた、皆さん準備してきて、ちょっと絡まり押さえとくから、うん、いっぱい食べる君が好き、いっぱいおかわりらしくないよ、たくさん食べていっぱい食べる君が好き、カロリーミットパンケーキ、なんかずっと違う、うん、皆さん準備できましたかい、できました、今からシーマのみんなと一緒に約8分間あるメンバー試食会ラストアイドルラストカフェ渋谷あと渋谷ツタヤの動画を皆さんで見ていきたいと思います、うん、そういきます、じゃあ28分になったら皆さん再生ボタンを押してください、28分です、いっぱい食べる君が好き、いっぱいおかわりらしくないよ、たくさん食べていっぱい食べ君が好き、カロリーミット半径、3秒沈黙したの放送事故、ラジオ、それラジオレレよ、壊れかけのラジオ、いっぱい食べる気、ちなみに、あ、なりました、いきます、シマナはね、このお誕生日席にいてピースしてイエイってやってます、お、メニューの種類はお料理メニューがしょっぱい系2種類、
甘い系1種類、そしてドリンクが4種類の展開となっております。こちらはですね、渋谷の蔦屋さんでラストカフェをさせていただきまして、シムナはコラボカフェがすごい好きなんですごく嬉しかった。あ、オリオさんがどれにするかなって、あ、あゆみさんも考えてます。タコライス美味しいって言ってるよ。そうなんです、そうです、ももこちゃんが言ってる通り、あの急にね、こう好きなものの食材アンケートっていうのが来て、何がいいですか何がいいですかっていう、なんか好きな食材1位から出してくださいって。だから好きな何料理ではなくて好きな食材がこう聞かれたんですよ。そうです、カフェ、あ、シマさんが今コメントしたんですけど、ラストアイドルのカレーをこうベースに、ラストアイカレーを使ったあのカレーとなっております。シマのエビかけましたね、はい。だからフレンチトーストにこの抹茶アイスを入れたっていうのを言ってるんですけど、シマこれピスタチオだと思ってました、ずっと。どっちをかなって思ったら抹茶でした。あ、言ってますねこれ、シーマナさん、うん。あ、ドリンク、こちらがドリンクが 新曲の展開となっておりまして、僕空と、あと青春コンティニューと、あと待って急に飛んだ、ちょっと待って、あの好きとか、その二期生式とアンダーの曲のドリンクとなっております。愛の答え合わせ、あ、シムの愛の答え合わせすごい好きだったな。え、シムの的に一番美味しく、一番美味しいっていうか一番なんか下にあったのは青春コンティニューかなーって、うん、思います。うん、なんでストローが赤いか、あれじゃ口紅じゃないの、口紅が目立たないよ。うん、愛さんが雲を眺めに来てください。あ、なんかすごいこの動画自体がそのメンバーがカメラ持ったりして撮ってるから、こう撮ってる側とこのこっち側とで音響が違って、声の入り方がこのイヤホンでダブルで聞くとこの遠近感がすごい聞けるのが面白いなって思います。女子会ですね割と。あ、阿部さんが青春コンティニュー飲んでますね、うんうん。マンゴーとオレンジが強い。あ、炭酸がね、強炭酸すぎでもなく、でも微炭酸すぎでもなく、ちょうどいいんですよこれ。四角い母さんこんにちは。歌詞の沈む夕日を表現したオレンジ色らしいです。いいですね。あ、タコライス。YouTube のシマナなんかすごい興奮してます。やばいって言ってる。プルプルしてますって皿震えさせてますシマナさん。あ、このね、カレーのこの食材の大きさがすごくて、すごく美味しかったですね、こちら。お買い合わせていただきます。あ、CM に入りました、長すぎて。CM が入っちゃいましたけど、皆さんどうですか？ごめんなさい、ずれますね、プレミアムの方と。あ、終わりました、広告。始まりました。
あ、何、タコライスにアボカド入ってたんですよ。すごい美味しかった。うんうん、確かに具沢山でいろんな味が楽しめ、確かに確かに。なんかこの野菜のこのカレー、コラボカフェのカレーはなんか単価が見合ってるのかわからないぐらい、あの野菜が豊富でしたね。これ普通にこの1食分だけ作ろうってしたら結構高くつくなって、うん、トロトロしてるって新聞の声が入ってます。あたたはトマトが好きらしいです。クリームがキムくんぐらい愛になってます。溶けると甘く。愛の答え合わせを一押しした椎名さんはこの時青春コンティニューまだ飲んでなかったんですねからあの食わず嫌いしてたんで、この時はもうこの時の一番のおすすめは青春コンティニューではなく愛の答え合わせでした。はい、チョコレートはなんかそのフレンチトーストにチョコレートかけるかかけないかっていうちょっと戦争が起きたんですけど、かけたら結構やっぱ美味しくて、あ、いいですねって感じでした。はい、え、このねフレンチトーストがねすごいね、この果物が豊富で、なんかバナナがこれぐらい大きかったの、すごいね美味しかった。ゴールデンキウイっていうね、あのキウイの中でもゴールデンキウイってまた品種がちゃんと決まってて、誰かが多分書いたんだろうね、ゴールデンキウイ、うん、結構みんなフリーにやってますね、楽しく桜あずこんにちは。あ、安倍さんが言ってる通りそのままでも美味しいし、チョコかけても美味しいっていう。足はのもっちゃい人ってな、うん、嬉しかったですね。この日はあの、まあ、終わった話なんで言いますと、この日はあのなんだっけ、みんなでラストアルバムの曲を聴く日だったの、確かリスニングパーティーの日で、だから新物は MV の時の服を着てます。5月13日から23日渋谷伝え7回でやらせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。来てくださった方ありがとうございました。来たことないよって方もちょっと YouTube 見て来た気分になってください。よろしくお願いします。終わりました。パチ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 飲んでむせたたまえちゃんのパチパチありがとうございます。 CD 回ってちょうどなんか MV の時の服着てたからなんかいい感じだった。あ、いいよいいよっていいよ、お、うん、いいよって言ってました。いいよ、パチパチありがとう。はい、このラストアイカフェはトークショーっていうのも紐づいておりまして、もうすごく楽しかったです、うん、なんかね、アビラにありがとう、スイカジュース、ありがとうございます。ひらきがんちゃん、たかおがんちゃん、卵がよくね。よしはる。ダメージの作りちゃう、え、ちょっとあれじゃない、うまくない、うまくなったんじゃない違うな、結構外れしてたちょっとあのだんだん実況配信がうまくなってきた気がするんですけど、皆さんどう思いますか。ういちゃんこんにちは、うまくなりましたよね、どう思いましたわかんない、わかんないとうまくなる、いや、モルカーが難しいよ、あれは
ただいまですね、渋滞をしている原因の人を見つけました。皆さんで抜かそうと思います。あ、救急車の中に人が、うわ、これは大変。生死をさまよっています。このままじゃ大変だ。どうしよう。あ、救急車のプイプイモルカーが泣いている。その時は上を乗っけよう。上を歩いていくとこの原因を抜かすことができる。皆さん力を合わせて頑張りましょう。え、こんな配信見たくなくない？全部ネタ終わりだよ。だからモルカーむずいよマジで。うん、だからプイプイ言うしかないの。プイ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 。むずかった。なんでモルカー短いから一瞬で見れるからちょうどいいかな。当てる声だ。それだ。なんだろう。え、モルカーかわいい。やばい。シマネコアビーの髪型になるんだけど、アビーやっぱかわいいとか。なんかないのかな。それかショートアニメ。それこそ天然美少女ハイジは最高だと思うんだよね。で、天然美少女見たことある？みんな。さっき誰か言ってたんだけどさ、天然美少女ハイジ見ようよ。いいじゃん。あ、これで違法だわ。でも。あ、ミスター昇進者。ミスター昇進者。これ違法じゃない？鼻毛出てますよ。鼻毛出てるの？出てたよね。え、違法はちょっと CM のちょっとこの何、一応ギフトとかいただいてるこの何、お金がかかってる配信でちょっと見ることはさすがにできないので申し訳ないんですけど、あのできないです。ごめんなさい。さすがにちょっとそこまでの勇気は CM にはなかったです。これマジで面白いんだけどね。まあ正直もっていうか普通に捕まるからね。これ違法のやつはこれに CM とか最近くっついてるから、それでお金を儲けてるってことになるから、ってなるとあのそこにお金が入ってるってなるんですよ。ってなるともう確実に違法です。うん、働く細胞、働く細胞見たら30分止まんないけど大丈夫かな。ずっと勝手なコーナーじゃないことあれ。そう、CM の人自由にできる身ではないのでやめておきます。あのあれ自分で何よくない方向に行くの、よくない、うん、っていうことです。一応トレンドハンターするわ。そろそろえマネキーちゃんの中川さん、マネキーちゃんの中川さん歯かけてんだけど。ね、待って待って、どういうこと？え、どういうこと、どういうこと？夏フェス始まったと思ったら前歯かけたよって。え、歯かけたらめちゃくちゃ痛いはずなんだけど、シーマナちょっとかけただけで死ぬほど痛かったんだけど、歯かけんの痛いって。そんなことある？歯かけたよ、明日歯医者って。もう救急外来の身に痛いはずなんだけど、びっくり。うん、あの皆さんぜひ天然美少女興味ある方見てみてください。めちゃくちゃ面白いんで、シマナめっちゃ好きです。あまっちこんちゃん、はい、ついてこし。そうだよね、歯は悔しいよ。めちゃくちゃ嫌というほど歯と付き合ってきたから今まで嫌だったよ実際。リエラメならこんばんは。刺し歯、あ、刺し歯とか刺し歯なのかな元が。それだったら痛くないよ。神経やられた瞬間死ぬけどね。もうピピ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 ピプルルン、ママミヤン、プン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 。ともあきさん、こんにちは。ライドマイさんの妹ですか？違います。でもこれ本名です。うん、車2台分。そうね、車2台分、中古車4台分ぐらいじゃない？ピンキリだけど中古車って。うん、え、今なんか LINE 来たよ。シモノさんに LINE が来ました。あ、タマだ。タマから LINE 来た。
で送ろうかな。スタンプ送って。なんか今日疑問くないですか。いい？神うさぎど、え、神うさぎいいね。うん。神うさぎ。神うさぎだって。でもネットフリ入ってない気がする。ニューネクスとかネットフリしか今なんて使わない。コンコこんばんは。神うさぎどって。残念ですがありません。のんたん、のんたん懐かしい。のんたんか。怪盗グルーのミニオンケーキ一発見たいんだけど、さすがにそれやったらもう今日寝れないこと確実になるから、島のそこまでもね、ちょっとなんて言うんだろう、怖いです、できないです、そんなことは。お、トモがアルバム作ってくれた、感謝。あ、かわいい、ちいかわのスタンプ来た、ありがとうアリンスでいいか、ありがとうアリンス、ありがとうアリンス、内緒だよ。トーマス、あ、まこやっほー、コーコーこんばんは。うん、LJ ラボ、あ、ちょ、待って、MJ ラボで、まさやくみさま、夏休みやるらい。あったねー。消えたんだよね、確かもう。うん。ちょっと眠たくなってきた。みんなは調子いい？暗い。暗い。じゃんけんとん。ガラ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 じゃん。じゃんけんとん。じゃんけんとん。あ、あ。まだ、まだあるか。まだ。ごめん、嘘だった。誤報でした。まだありました。ファイブジェラも見てください。5日までだって。間に合って嬉しいもの。6日に消えるって。6日までか。6日までです。じゃあみんなと七夕は過ごせないのか。みんなありがとうね。うん。髪切ったら伸びる。え？短いよ。確かに伸びた気がする。うん。じゃん。チャギントン、チャギントン痛いんだけど、ここ全然もたれかかってる気がしないんだけど、よいしょよいしょ、シムの内緒話一緒見たかった。確かにシムの内緒話はありだった。何見よっかな、もう公式チャンネルのものが見たいんですけど、エミリンチャンネルとか見たいけどね、シマナ。ラスアイでいっかな。うん。あ、まこ、スイカのジュースありがとう。ありがとう。ありがとう、まこ。毎度毎度酸欠になっちゃう。ありがとうございます。あと、ではお稲荷ちゃんありがとう。ありがとうございます。このクッション？あ、このクッションね。まあでも作ってくれた会社が違うからさ、あのいつも普段グッズ作ってくれる会社とこのクッション作ってくれた会社が違うとこなので、うんで。まあ、ちょっといろいろとあの難しい話だったのかもしれないです。ジンタン、スイカちゃんありがとう。暗いよ非常に。よいしょ、ここまで行くと暗いよ。うん、
シャレのすっぴん。いや、おしゃれのすっぴんはね、ちょっと嫌だ。なんか、結構シリアスすぎて、ちょっと新物をね、実況できない人です、それは。どうしようかな。ラストアイドル動画で、難しいな。私はこのさ、あのまだ見てのさ、スズバルさんのブレイカーレッグ一人で踊ってみたバージョンめっちゃ好き。ずっと見てる。うん、めっちゃおもろいんだよね。レバーありがとう。ベッドに、ベッドの天井に照明器具をつけましょう。暗いよね、めっちゃ。決めないけど考えたんだけど、今見始めたら12分かかるのね。新物12分でやる体力はちょっとないのかもしれないかもしれない。うん、何がいいんだろうね。ピーピー、じゃあ最近の新物、今日ちょっとさ、あのあれなのよ、トレンド検索できてなくて、ちょっとトレンドについて皆さんと語っていきたいと思います。ではただいまトレンド1位にある話題をお話ししましょう。で1位は、あれだ、 J-POP トレンドで関ジャムがトレンド入りしてるんですけど、こちらはあれですね、テレビ朝日さんであの放送しているあの音楽番組でございますね。こちら非常に面白くて、あのうちの父親がすごいこの番組好きでなんかもう毎週絶対に見てますね。あの白石さんはここで配信してることが多いので、あんまりそのリアタイで見るってことはないですけど、なんかその家で録画したのをこう見てたりすると、あのよくこの話題は出てきます。はい、第2位 J-POP トレンド、金田一少年の事件簿。こちらすごいよく聞きますね、このタイトルは。関ジャムにしもの、あの茜先生が出てトレインをあの紹介してくださった時に、世界さんがこうなんか粒のように映ってた時があって、あの時はあの関ジャムに出演が叶ったと思いました。金田一少年の事件簿は実は私あんなにあまり内容知らないんですよ。あの本当にお恥ずかしい話なんですけど、すごい有名な割には全然知らなくて、以前やってたのもなんかそのリメイク版だったと思うんですけど、確かなんですけど、こちらはすごい。金田一少年、え、どういうこと？一夜始めのみゆきの写真は実は本物の幼い頃の写真。え、でこの上白石さんと、これは誰だろう、道枝さんは幼馴染だったってこと？え、そういうことなのかもしれない。いまいちよくわかんないけど。すごいですね。うん。じゃ、島の語れる話題に行こう。ちょっとごめんなさい。トレンドの方で語れるところ。ちょっとこれ、これすごい気になってるんだけど、このトレンド。あ、これだ、さっき言ったやつ。でも南海トラフ、すごい気になってて。南海トラフ。あ、AA の電波障害、確かにそれも気になるけど、ちょっと一番今気になったのは南海トラフ。こちらトレンドのただいま9位に存在しているんですけど、東京都首都直下型地震被害想定の大嘘を淡く6っていうニコニコニュースから出題されているこちらの話題なんですけど、あ、違うな、デマ情報に注意。インターネット上で明日7月4日に南海トラフ巨大地震の予言のような投稿がなされています。地震予知は
最新技術をもってしても 100% 完璧に予想することは不可能です。ただ明日絶対起きないということもできません。巨大地震への備えを常にしてくださいってすごい呼びかけられてるんですけど、こちらこれ予言の話ですね。うんこちらですね、デマに注意ってめちゃくちゃ言われてますよ。うん、レイワンハートよくありがとう。とりあえずこんばんは。明日なんもないって言ってる？以上。なんかでもあのこれのツイートでね、これであのこういう自然災害予言ツイートは防災意識を高めるためだと思っているって言ってる方がいらっしゃって、だから実際確かにそれはそうなのかもしれない。明日南海トラフ来たら裸で逆立ちながら世界一周するわって言ってる人いるけど、この人大丈夫？来たら裸で世界一周するんだよ。大変背負うものでかすぎない？2054年から来ました。2043年にツイッターというサービスは終わりましたが、久しぶりに過去を戻ってツイッターをやるとなんだか懐かしさが出てきます。本題に入りますが、皆様に警告しに過去に戻ってきました。それは2019年、現在まだ南海トラフ地震は起きていませんが、2022年7月4日に南海トラフがやってきます。こちらのツイートですね、話題になってたの。だいぶステアカっぽい感じで来たんですけど、うん、大丈夫ですかね。でも本当にこれが本当だった場合、皆さんデマって言った人はもうあの責任感じちゃうね。でもデマって言った人も多分一緒に私と一緒に死んじゃうけど、うん、タイムトラベラーの歴史を変えちゃいけないルール無視わかんないよ。でもあれじゃん、あの刀剣乱舞だってさ、ね、歴史修正し、なんだっけ、歴史修正主義者みたいなが来てさ、あの戦うじゃん。そういうことかもしれない、うん、ただなんかきっとないこともないから気をつけようねって感じですね。うん、明日来ますか？来ませんよって言われてるけど、もう一生ガチャン悪くていいから南海トラフなんて消えてくださいさあ大地持ってけ私のガチャンすごいすごいガチャンをかけてる、うん、っていう感じでした。皆様の見解ですね。うん、じいじこんにちは。 D おはよう、うん、地震来たら毎日配信止まっちゃうって考えたら寂しくなった。うち心配もある。いや確かに、多分でも地震来て何かあったらあのショールームさんに掛け合ったら多分その間止めてくれると思うけどね。うん、なんかどうかじゃ、島の頭しっかり守ってね。分かった未来人が馬券明日来るって予言してその通り買った人がめっちゃ儲かった話しって、すごっ、信じるものだね、すごいわそれ。出し物ちょっと気になるやつね、気になるトレンドチェック。なんかヘイローが今ただいまトレンド19位に入っております。自動車競技のトレンド欄に入っているヘイローさん、ヘイローさん、ハローヘイロー、ハローヘイロー、まさに救いの天使の輪、ロンドンのダブルデッカーバスに乗っても大丈夫な強い強度、100人乗っても大丈夫、そのためにモノコックが強化されている、なんかすごいすごい車のお話らしいです。 F1 の車でヘイローっていうのがあってめちゃくちゃ強いっぽいです。すごいですね。
うん、島根行けるね。さっき当たりくじ聞いてからスクラッチ2500円買ったら1800円あった。やりたくなった、やりたかった、やりたかった、やりたかったの。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。島田もなんかさ、占い買ったらきっと当たる気がするんだけど、わかんない、気のせいかもだけど当たる気がするんだけど、でもなんかそのなんていうの、占いのなんか売り場がちょっと怖くてなんか欲しいですって言えないんだよね。うん、ヘルメットかぶってもたまにタイヤ当たって亡くなった人がいるから、そういう、そうなんだ、いえそうなんだ、怖いね。それはちょっとトレンド更新します。じゃあ、うん、どうしようかな、ちょっと気になるの、ちょっとわかんないので、ちょっと島田のおすすめトレンドの方見てみますね。やっぱ何回やったら、こちらが気になります。 TBS さんから出てる異常気象が常態化する6月歴史的な暑さ、今度はどんな影響をもたらすのかっていう、こちらの記事が非常に気になります。6月歴代最高ランキングは、歴代最高気温ランキング、群馬県の伊勢崎が、今年ですね、6月25日に 40.2 度を観測しているということで、なんかもう6月に 40.2 度って、どういうこと？40.2 度ってもう風呂よ。もうず、風呂ってさ、だって、10分が限界じゃない？ 10 分入ったら、もうそれできた、ちょっと暑いな、あ、コーヒー牛乳買ってちょっと涼もうかなって思うじゃん。それがもう永遠なんだよ。だからさ、ふぃーあーふーやって言ってるさ、あの野球部の方々いるじゃないですか。もう野球部の一ゲーム中9回裏まで、あの風呂に浸かってる状態ってことよ。無理じゃない？シーマの推しのね、お化けこんにちは、のりこんにちは、うん、稲葉の100円の友達待ってます。タッキーくんこんにちは、うん、マーク、まあ、KR こんにちは、ノリこんにちは。ということで、なんかこのその2位が埼玉県鳩山ってところなんですけど、埼玉県鳩山住んでる方いらっしゃいますか。こちら2位なんですけど、今年の6月30日、もう6月の一番最後の日ですね、に 39.9 度を観測してます。なんかもうもはやじゃない、もはやあと 0.1 度高かったら40度になれたのにみたいな、ちょっと悔しさも残るよね。もはやここまでだと一緒じゃんみたいな感じになりますけど、でそのそこに続いて3位がたくさんありますね。埼玉県、栃木県、群馬県、埼玉県でございます。でそれで次が7位が前橋でみたいな、8位があって、静岡、岐阜、群馬だよみたいな感じですけど、異常ですねこの暑さは。ゆうじこんにちは、うん、まさこんにちは。医療的に言えば感染があるから外気の脱水症状は危険、今年のパターン。え、だよね、やばいよね、死んじゃう。ヒノペ、ポリリ、ゆうじ、ひらり、みやち、ソーリ、コシーやかな、入ってないです。ピエン、ピタン、ポタン、こんばんは、いっぱい来てくれてありがとう。こんにちは、シーマの今トレンド警察してます。こんにちは、元ナスタイドルの白石マナです。ブンブン YouTube、 ハロー YouTube、 ここのハートマークをぜひピンクにしていってください、お願いします。うん、現在トレンド警察をしているんですけど、ちょっと読み切ったかなって感じですね。うん、なんか今日ずっと入ってるのは日本ハム、キツネダンスがここまで流行る理由も永遠に入ってます。あ、しまう、ニュース今日見れてないので見ていきたいと思います。トラかっくんジョナさんこんにちは。ニュースに皆瀬、におるおる、皆瀬さんいる。もうね、ちょっとあのそれは後でってなんか見るからいいの。ということで、皆さんにすごい直近のニュースですね。台風4号、5月に九州上陸の恐れ。気象庁っていうのがあるんですけど、こちら。5月の、違う、5月の5日じゃんね。7月の5日。7月の5日に九州上陸にする予定なので、皆様、
お気をつけてください。6日に近畿から結構広いんですけど、近畿からまあ静岡、千葉県とかもその辺まで結構ぶわーっと来ておって、で7月7日七夕にはまあ、関東の全域とあと東北の一部が入ってますね、なるんですけど、やっぱ7月の7日って本当にいつも雨が降ってて、もう織姫と彦星に合わせたくないのかって。でも地球の時点で考えると、地球の時点でなんかこう物があって、そのいろいろなことを考えると、だいたい3秒に1回は合ってるみたいな計算みたいな感じらしいですね。ちょっといまいちよくわかんないですけど、なんかすごいもう一瞬で会ってキスしてるって聞きましただからまあそれぐらい飛んでてもいいんじゃないですかねって感じです。卵は好きなとこ教えてってツイートしてるよ、答えてあげて。卵の好きなとこ全部うん、マジで台風来る、かすってたのよ。大丈夫、千葉まあね、海寄りだからね、なんかこう下から来た時とかもなんか海をこう通ると全部吸い上げるからさ、結構直撃するときついかもしれないです。こうこんばんは、マコハートありがとう、ありがとうございます。でももう12時になったらね、ちょっと島配信そろそろ終わりにしたいと思いますね。皆さん来てくれてありがとうございますということで、5分になったらランキングなので皆様よろしくお願いします。マコハート100個ありがとうありがとうね、来てくれて。うん、かっちゃんこんにちは、ダメツナツもハートありがとう、ありがとうございます。5分になったけど準備できた？白玉の TikTok 更新されて、マジ見よう、ちょっと見てくるから、みんなあのランキングで名前変えたい人変えといてよいしょ、どんなんだろう。白玉玉白玉、芋天狗だあの毒キノコ、毒キノコってやつやってます。あー見て、芋天狗、毒キノコ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 ってやつやってるんで、ぜひ見ててください。更新されとった、39分前だ。よいしょ、シェアしとこう。レイちゃんの消しよう、これか、ん？合ってた。ちょっと変なボタン。服はソロチなんですよ。うん。あれこれだ。よし、UR つけといたんで、ぜひフォローとかしていってください。いいじゃん、フィルムカメラ上げてんじゃん、うん、だいだい三国こんにちは。でぜひあのイヤルつけといたんで、フォローといいねお待ちしております、コメントもお待ちしております。では皆さん今日来てくれてありがとうございます。ランキングで終わりにしたいと思います。新版の終わりようも10歳からリンタロウぴょんぴょんありがとう。12がレフ版、千と千尋のカエルの真似お願いします。水はどこだ、水を出せわかんない、おばたのお兄さんすごかったな。で11位がプーリーに、今送りたい花はルピナス、花言葉はいつも幸せ、イエーイイエイありがとうございます。そしてジンタン10位、ジンタン明日遅刻しないでね、明日遅刻しないよ、11時でしょ、でも秘宝なんだけど明日歯医者多分行けない、ごめんなさい、みんなに言ってましたね、今日急遽ちょっと最後の方にいけないな、急にちょっと4時入ってはいけないなっていう状況になったので、ちょっと皆さんまた後日変わった日をお知らせしたいと思います、ごめんなさい、ありがとうございます。そして9位がアイデアマニア、ありがとう。
ありがとうございます。ありがとうございます。いでもらうとひらこんにちは。そしてあれ、りんたろう、レフ版、プリリ、じんたん、9位が ID マニア、ありがとうございます。8位がどうも、トントイ、おじさんで、おじさん、おじさん、おじさん、今日も来てくれてありがとう、ラブ。明日も来てね、おじさん。ありがとうございます。おじさんになっちゃったの、さっき。ありがとうございます。そして、7位がみやるん、ありがとうございます。ありがとう。そして6位がおぎ、ラブ。ラブ注入。ありがとう。恥ずかしがらずにポピピプ。恥ずかしがってちゃダメプ。女の子だって出るときは出るのよ、パピピプププププププ。恥ずかしがらずにポピピプ。恥ずかしがってちゃダメでプ。女らにマイセイラープププププ。女の子だって11日自分は20のおならするのよ、だからダメダメルールでしまっちゃ、みんなのお腹が SOS のお願いだり、許しても出ちゃいそう、聞いてねだり、そうに言ってプップップ。恥ずかしがらずにプップ。なんでこれ歌ってんの。ありがとう、ラブって言われたから、ラブって言われたから言っちゃったのね。ひらなこんばんは。マイセイラープ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 ー。あるかなこれ、ちょっとカラオケであるか見てみよう。え、ごめん、ちょっと待って、いけ、あの読み切るわ。6位がミヤレン、ありがとう。あ、間違えた、6位がオギ、ありがとう。5位がカン、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ピロピロピーロピロピーロピロピロピーロピロピーロピロメピロキューヒロヒロピロメピロキューヒロヒロ。ありがとう。トゥ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 。ありがとうございます。5位がカン、ありがとう。言ったかな。して4位がヨッピー、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃん、3位がエイン、今日も可愛い。シーマナに怒、なんで怒れてんの。愛情の裏返しってやつですか。じゃあシーマナからはザク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 。ありがとうございます。ずっとのバナありがとう。またね、おやすみになっちゃい。そしてじゃん、2位がダピラニー、最近プレイにハマってます。極みプレイって、あ、でかいやつかな、こういうやつかな、合ってる。すごい、ちょっとわかんないんだけど、極みプレイね、ちょっとあのDM 送っといてください。ありがとうございます。ちっちゃいとか、え、わかんないな。ひろさま、ひろさま、ありがとうございます。ということで、チャキチャキチャキ、ハンドキキってきます。チャキ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 。して、ドゥルル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 。ドゥン。1位が、ふっしー。今日も下のかわいい大好き、かわいい大好き。おならりまーい、せいえんらーぶ。ぶっぶっぶっぶ。ありがとうございます。ツン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 、バチ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 。あ、きつ。ありがとうございます。結構きつかった。アイシャさん、はい。My name is Marashi Raishi. I like apple. I want to be florist. I can make a cry. 富士、お土産ちゃん、ありがとう。ありがとうございます。いやん、お疲れ様、かくもくペニペニ、ありがとうございます。ピラメキーのおなら。おなら、恥ずかしくないよな。あるかな、絶対ないよな。配信で歌うものじゃないもんな。ら、おなら、おならぶり、おならぶり、
チしたっていいんだよ。こくりまくりステイしかない。おならだけないわ。ありがとうございます。では皆さん来てくれてありがとうございました。ではではでは、明日またお会いしましょう。イエイ。ということで、おやすみなさい。お元気で、お元気で。心臓捧げよう。ということでありがとうございました。バイバーイ。あ、メガネ花とありがとう。ありがとうございます。もしもね、変態です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 、で TikTok でやりたいけど、さすがにそれやったらさ、あ、よう変態って来そうだからやめとく。やっぴありがとう、ありがとう。じゃあ皆さんいい夢見てください。バイバーイ。バイバイ、おやすみ。え、おなら好きなんだよね。恥ずかしがらずにポテピク、恥ずかしがらずにじゃダメでブ、あんたのこと当てて時当てバーベビーブブブブブ、恥ずかしがらずにポテピク、恥ずかしがらずにじゃダメでブ、おならマイセエラブブブブ。ありがとうございました。ではさようなら。バイバーイ。5、じゃん、3、2、1、テロン。